こんばんは。はい、誰もいないよね。誰もいないね。うん、それで、今、ようやく部屋の片付けが終わったのかな、それなりに。あとは段ボールとか縛って、で、今は、ちょっとチャリで、ちょっと庄山の駅を過ぎて、せせらぎの福祉会館っていうところまで来てるんだよね。だいたいあれが庄山の白尾線の、線路。で、まあ、明日は作業着を買いに行って、その後、もろもろ、編集の準備を整えて、行くっていう感じかな。まあ、あとは、ちょっとまだ車の名義変更、転出届の転入、転入届もしてまだしてないから、車の名義変更がまだ大分ナンバーだから結構ね、じろじろ見られるんで。だからまあ、そうだね。まあ、なんとか部屋も間に合って、まあ、研修生として、まあ、2年間、3年目からできればね、独立就農だけれども、やっぱり田舎暮らしだから仕事がないですかって言われたらそうではなくて、単純に住んでみると、冬場は雪降って農業できないけど、林業の仕事があるし、まあ、いっぱいね、ちょっと仕事くださいって言ったら、あるんだよね。だからそこら辺はまだ、おいおい、レポートしていくとして、まだまだ虎穴に入らずんば、虎子を得ずっていう風な感じで、わかんないとこだらけだけども、まあこの動画とブログで、まあおいおい、まあ書いていったり、まあ動画で撮って喋ります。やっぱりこの、庄山のこの川いいね。今ちょうど桜が咲いてきたりしているから、